ライブセッション中田さん。皆さんこんばんは、鈴木浩二です。こんばんは、大瀬香織です。こんばんは、奈良明子です。これからの時間は8月10日の土曜日、中里町ふれあい広場野外ステージで行われましたのれそれライブセッション中里の模様をお送りしてまいります。はい、このライブセッションはですね、県内のアマチュアバンドのお祭りで、コンテスト部門には13バンド、フリーライブ部門には8バンドの合わせて21バンドが出場してくれました、ね、はい、はい、今日はその中からコンテスト部門でベスト3入賞バンドと特別賞4グループの演奏を中心に、コンテスト部門に出場した13バンドの演奏をお送りしていきます、はい、また後半にはゲストのジェイミさんのライブもお届けしますのでお楽しみに、はい、まあ暑かったですね、この日はね。そうですよね、全員ですね、日焼けをして、まだその日焼けが残っていたりするんですけれども、そのね、お天気が良かったというのと、あとそのバンドの熱気、熱気すごかったです、かなり中里を熱くしたのではないかと思いますけれども、それではですね、これから55分間県内のアマチュアバンドの熱演でお楽しみください。この番組はのれそれ中里実行委員会、他協賛各社の提供でお送りします。それぞれライブセッション中里、まずは3つのバンドの演奏をお届けいたしましょう。まずはですね、アルファベット1文字 N と書いて、バンド名はニュートラル、男性3人組のバンドなんですが、今日これからお届けする曲がですね、プリカマと言いまして、まあ、あの中里地方以外の方はグリカマって言っても何なんだろうと思うんですけど、分かんないですよね。もう中里方面は大爆笑、グリカマかっていうです、ね、これで分かってしまう、なんかゴルフの打ちっぱなしとレストランが一緒になっているというスポットが中里の方にありまして、はい、まあ、そのグリカマ、グリルカマさんのですね、あの経営者になった気持ちで曲を作って演奏したというですね、ニュートラルトップバッターとして登場いたしまして、そして続いてが、はい、続いては千葉広政 with プロジェクト C というバンドだったんですけども、はい、男性2人のグループで、でも大人の魅力がたっぷりだったんですよ。聞かせましたよね、はい、ね、なるほどね、うん、そしてオイルキング、はい、17歳という若さなのに、うん、ブルージーな曲をオリジナルで作って歌っていた3人組でしたね。珍しいですよね、今時ね、はい、とても高校生とは思えない渋さと、それではじゃあ3つのバンドの演奏を聴いていただきましょう。まずはニュートラルでグリカマ、千葉広政 with プロジェクト C、 セブンティーンズロックンロール、そしてオイルキングでアメリカ。グリカマ、グリ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 、Goody! グリカマ、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 
生かしたロックンロールナンバー流れるレディオステーションむさぼり聞きながら俺たちは口ずさんでた海辺のスクラップ工場廃車もどきの車の上学校サボりタバコをふかす樹脂の春周りを見れば規則だらけがんじがらめの学ラン羽織自由は奪われ頭ごなしに押さえつけられ好きなものは好きと言え嫌なものは嫌と言えそんな勇気を与えてくれるゼロクロールナンバー奴は風を切り裂くイージーライダー俺はいなせなロックンローラーギター手に入れたロンロンをやっと見つけたんだロンロンを自分の探し続けてたことロンロン今でも変わっちゃいないロンロン走ることしか知らぬ青春色
ては4つのバンドを紹介してみたいと思います、はい、まずはレノンセンス。ラジオという媒体はですね、この色というのを伝えられないというのが非常に残念なんですが、テレビなくて残念なんですけれども、はい、ピンクを主にした基調の色使いでサイケデリックな衣装で登場しましたね。でそれでまず観客の目を引きつけておいて、演奏が始まったらまた演奏がうまいことうまいこと、そうなんですよね、完璧にお客さんを乗せてしまったというですね、はい、素晴らしいバンドでしたが、レノンセンスの演奏をまずお届けしてみたいと思います。そして続いてが、はい、セカンドライン、うん、こちらはですね、バンド経験年数が15年以上というベテラン揃いだったので、はい、こちらも結構レベルが高かったですね、うん、お年も結構上だったらしいですけれどもね、まあ、はい、演奏はわからないですからね、そうですね、はい、続いて、はい、吉田望さんでした、はいはい、吉田さんはなんか本人曰く初めてのライブだったって言ったんですけども、うん、お話の時はすごく恥ずかしそうにしてたんですが、演奏が始まったら堂々と歌ってました ね弱々そう なんかルックスはしてるんですけどそうでした。恥ずかしそうですよ、うん、でも声が太かったりとかですね、印象に残ったんですけどね、僕、吉田さんって、はいはい、そしてもう一つがですね、モンジこの辺はですね、こちら、メンバー5人いるんですけれども、全員被り物をしておりまして、ボーカルの女性の方はですね、ちょっと茶色いソフトクリームのような表現をちょっと想像つきますでしょうかね、皆さんね、柔らかくしてみましたが、はい、被り物をして登場。しかもですね、ちょっとお腹が大きいということで実は妊娠で妊娠されていて5ヶ月ぐらいだったらしいですね、はい、でもライブはちゃんとね、はい、歌ってくださってて、またモンジはですね、歌詞が面白いのでじっくりと聴いていただきたいと思います、はい、では続いてはですね、レノンセンス叫べ歌え踊れ、はい、そしてセカンドラインでシーン1981、うん、吉田望さんで好き、そしてモンジで素敵なナビは方向音痴、4曲続けてどうぞ。影が道にそよいでいるよ。
急ぐのか、交わす言葉さえ途切れがちに、ガードした溶けてゆくよ。空き地に転がる錆びたドラムか、捨てられて片足だけのバスケシュー、薄い残り火の中に揺れているに見ろとすり家を立ちた、ほどけて寂しさばかりが大きくて、愛し合う翼知らずに、愛されることばかり求めてた。空っぽの言葉で愛してる姿はとても虚しくて、さよならと言ったあの日は正しかったよね。今の僕、君との思い出、なぜかふと思い出してる。変わらなかった今も昔も、抱きしめたいのは君だけ。二人で笑った写真並べて、懐かしくて涙流し、この思いどう伝えたらいいの、君に会いに行く。必要さ胸のときめきも僕の夢さえもバカみたい、それでもいいさ、君を強く強く抱きしめる。I'm not afraid to die.
でライブセッション中里、ここまでの時間はコンテスト出場の13バンドのうち10バンドの演奏をお届けいたしました。ドレスでライブセッション中里、まだまだ続きます。特別番組ドレスでライブセッション中里、この時間は8月10日土曜日、中里町ふれあい広場野外ステージで行われましたドレスでライブセッション中里の演奏の中からコンテスト部門に出場いたしました13バンドの演奏をお届けしています。はい、では今度は3バンド続けてお送りしてみたいと思います。はい、まずはハードクリーム。はい、メンバー3人が弘前大学の学生で、うん、ハードロックのバンドだったんですが、そうですね、私イベントの時ハンドクリームと紹介してしまいましてしかも2回紹介しました、ね、そうなんですよ、はい、でハードクリームの皆さんには本当に失礼してしまったんですが、活動歴が4年ということで今後もたくさんのライブ予定があるそうです。はい、でそれで CD も発売しているそうです。そうですね、インディーズ版を扱っているお店ですと置いてありますので一度手に取ってみていただきたいと思います。はい、B プロジェクト続いてご紹介しますね。はい、B プロジェクトは五所川原市にあるライブスポットベースウェーブのマスターが中心となって結成されたバンドなんですね。はい、そのリーダーでありマスターであるベースボーカルの方、うん、こちらの方あのビーズの松本孝弘さんに似てらっしゃいましたよね。ですか。髪型はちょっと似てたような気がします。私似てたと思うんですけど。まあじゃあそれを確かめたかったらベースウェーブに遊びに行ってみてください。はい、行ってみてください。はい、そして音楽的にはですねジャズファンクっぽい音楽でしたので聞き応えの方も十分です。はい。はい、そして ETC、 こちらはですね社会人と高校生の混成バンドで、だいたい結成して半年ぐらいというバンドなんですけれども、まあいろいろなバンドほとんどコンテスト部門オリジナル曲で挑戦していたんですが、この ETC はですねカバー曲2曲で挑戦しております。1曲がブラックサバスのカバー、そしてもう1曲がディディ・ミズリディのカバーということで、もしこの番組を聴いている方でバンドをなさっている方はですね、うん、自分たちの演奏とこの ETC の、はい、演奏を聴き比べていただきたいと思います。はい、はい、ではお送りしましょう。ハードクリームでトリブレーション、 B プロジェクトでライトオンファンク、 ETC でパラノイド、3曲続けてどうぞ。ここまで走ってきたけど、まだいくつもの壁が俺を見下す、俺らに詐欺する、そんなことで言葉ってたまるかい。トリブレーション、トリブレーション、される日々を受け止まって自分を信じているなら、奴らはとやかく言うけど、そんなことに一言ってたまるかい。トリブレーション、トリブレーション、
どうも。それそれライブセッション中里、いよいよ最後の3つのグループの演奏に移ります、はいはい、まずは、はい、鎌田幸雄さんです、はい、鎌田さんは地元中里町の出身のシンガーで、そうですね、シンガーなんですが、はい、心の中にという曲を演奏していただいたんですが、はい、なんか強さの中にしんみりとするものが心に伝わっているような感じで、会場のお客さんたちも鎌田さんの歌に聴き入っていましたね。そうですね、はい、次はブラックアウトの皆さんなんですが、ブラックアウト、はい、ブラックアウトの皆さんは4人でのバンド活動歴が5年ということで、うん、演奏的にはですね、確実かつ余裕のあるハードロックを聴かせてくれますね、うん、また帽子をですね、かぶっていたせいかすごい汗をかいて演奏後のインタビューに丁寧に答えていただいたんで、うん、とても嬉しかったですね。やっぱ5年になるとそのバンドがまとまっているって感じがしましたよね、はい、ちょっと聴いててこう落ち着いて聴けるような部分がありました ね、 そうですね、はい、そして最後はですね LSD というバンドですけれども、はい、まあ、審査員の方も申していたんですが、この LSD のオリジナル曲なんですが、曲の構成、例えばコード進行であったり詞の持っていき方っていうのがですね、すごく面白いバンドであると、うん、これこそオリジナルではないか、うん、LSD っていうオリジナルの曲ではないかっていうぐらいですね、面白い進行となっておりますので、このバンドもちょっと聴いていただきたいと思います。 そうですね、それでは3曲続けてお送りしましょう。まずは鎌田幸雄さんで心の中に、続いてブラックアウト、ストレートビトゥインザアイズ、そして LSD ロック&ボーイ。容疑者に言われさよならしたのは、すべてをなくした自分と君のこと、時間が止まったしまったように静けさだけと、遠くに見える街の明かり、君の夢と僕の夢が初めて会ったあの店先、目覚めて何気なくテレビをつける、毎日のように画面をにぎわすヘビーなジョー、奴らは本気さ、世の中すべて駆け引きだぜ、お前の最後のカードは誰にも
せるなよ。サンダー燃え上がり、拳を空に突き上げて、ゾンビーすり抜けた奴らに見せてやれ。ライブセッション中里コンテスト部門に出場いたしました13バンドの演奏をお届けいたしました。はい、コンテスト部門13バンドの審査を行っている間にはスペシャルゲストのちえみさんのライブをお送りしたんですが、そのライブの中からスイートラブお聴きください。
中里。この時間は8月10日土曜日、中里町ふれあい広場野外ステージで行われたのれそれライブセッション中里の中からコンテスト部門出場いたしました13バンドの演奏をお届けしました。それではそのコンテスト部門のですね、各賞を大瀬さんの方から発表してください。はい、それでは特別賞からご紹介します。はい、フェーマー森賞は鎌田幸雄さん、バップ賞は吉田望さん、ビクターエンターテインメント賞は LSD の皆さん、はい、リンゴ賞はハードクリームでした。そしていよいよベスト3の発表になるんですが、はい、第3位はブラックアウト、第2位はセカンドラインの皆さん、第1位は今バックで流れていますレノンセンスという結果に終わりました。受賞されたバンドの皆さん、おめでとうございました。
さあそれではですね、このエンディングで、ノレスレライブセッション中里のですね、いろいろ感想をちょっと言ってみたいなと思うんですけども、奈々ちゃんはどうでした？はい、ライブセッションというのは中里町では初めてのイベントだったんですが、もうバンドの熱気はもちろんなんですが、会場の皆さんもすごいねノリノリで、私も一緒になってもうノリノリになってしまいました。踊ってましたよね。そうですね、一緒にね、町全体で盛り上がってたイベントですよね。はい、いいですよね。大瀬さんはどうでした？私はですね、もうライブセッションということで、もう行く前からどんなバンドの音聞けるのかなって楽しみにしていたんですが、はい、思った通り皆さん一つ一つ違う魅力を私たちに見せてくれたんで、もうとっても嬉しかったと同時に面白かったですね。はい、僕はですね、やっぱりやっている方、演奏しているバンドと見ているお客さんがですね、すごく楽しそうな顔をしてですね、で演奏して見ていたんですね。それがすごく印象に残って、あ、これはやっぱり来年もやりたいなと、第2回ノレソレライブセッション中里をぜひともね、みんなでまた盛り上げていきたいなという気持ちになったりしましたけどもね。はい、それではですね、今年のノレソレライブセッション中里のコンテスト部門グランプリを獲得いたしましたレノンセンスを聞きの演奏を聞きながらですね、お別れとなります。ノレソレライブセッション中里、お相手は鈴木浩二と奈良明子と大瀬香織でした。この番組はノレソレ中里実行委員会他協賛各社の提供でお送りしました。君の「こんなには」